フランツ・ヨーゼフ・イン・バイエルンは、ドイツ・バイエルン王家の冒険バイエルン公爵家の講子。軍人、バイエルン王国議会議員。全名は、フランツ・ヨーゼフ・ミハイル・カール・マリア・エバリストス・クイリヌス、オット・カール。ベルギー王妃、エリザベートの末程にあたる。バイエルン公爵家の当主カール・テオドールと、その2番目の妻で、ポルトガルの廃様ミゲル1世の娘であるマリア・ジョゼの、 間の末息子として生まれた。バイエルン王国軍第一やり兵連隊の陸軍中尉となり、ミュンヘン王立機兵学校の特別教官も務めた。他のビッテルスバフ派家の人々と同じく乗馬の名手で数多くの馬術大会で入賞している。小児麻痺のため24歳で死去した。未婚だったが恋人のリリー・シュトックハマーとの間に初出の息子がおり、リリーが後に プロイセン王子、ヨアヒム・アルブレヒトと結婚した関係で、この息子はフォン・プロット・ニッツ・シュトック・ハマーの貴族性を与えられている。ダリル・ランディ、フランツ・ヨゼフ・ヘルツォーク・イン・バイエルン。theperege.com。2012年9月25日閲覧。フランツ・ヨゼフ・オブ・ババリアイズ・アフター・グリズリーズ。オッタワ・シチズン・ピアニッシモ、26。 ジーニー・アレジェス・チャス・ハンテブック・デ・アデルズ、アデルス・レクシカン・バンド X、ゼシム・トレイバンド119、CA、ストック・バーラグ・リンバーグ、ラン百9 9 9 S431FISBN3 から798008191。ありがとうございます。